「ハレリア」大変暑い日が続いています。 酷暑と言われる本当にその厳しさを感じる暑さの中にあります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。雨が降らないということではこの水不足ということも大変心配になります。特に新潟では最高気温が何度という本当に大変な暑さの中で水が足りないというところで作物に大変大きな影響が出ているということを聞きます。 各地でも特に果物にもですね影響が出て梨が大きくならないとかですねそんなことを聞くときに、えー、本当に、えー、厳しい大変つらい、まあ、そういうことを感じるわけでありますけれどもでもその中でも、えー、一番良いことをしてくださる神様がいらっしゃるそのことを覚えるときに、えー、ただひたすら神様に 祈りり願い求めるものでありますえー、この YouTube 動画メッセージ動画についても新たなシリーズへと向かっていきます、えー、今日から「アイアム」シリーズということで聖書にはたくさん「えー、私は何々である」というふうにですねイエス様が言われた箇所があるわけですけれども、えー、今日はあ「私が命のパンである」 とイエス様が言われたその聖書の箇所から共に御言葉を学んでいきたいと思っています。ヨハネによる福音書の第6章35節イエスは言われた私が命のパンである私のもとに来るものは決して飢えることがなく 私を信じる者は決して乾くことがないこのように記されていますこのヨハネによる福音書の第6章今日のこの「私が命のパン」であると言われたその箇所の背景には5つのパンと2匹の魚を分け与えられたその有名な箇所があるその後になりますこの箇所は男だけでも 5000人に、えー、分け与えた、えー、パンも魚も欲しいだけ分け与えられたということで、えー、男だけで5,000人、まあ、そういう意味では女性も子供も含めればその倍以上の人がそこにいたのではないかと思いますけれどもその人たちが欲しいだけ分け与えられた満腹になったということそして 少しも無駄にならないように残ったパンくずを集めたところ12のかごいっぱいになったというふうに記されていますたった5つのパン2匹の魚がそれほどの奇跡が起きたわけですからその当時の人々にとっては本当に衝撃的な出来事であったと思いますそしてその噂は たちまちま広がって評判になっていったことであります、えー、今日の聖書の歌所はそうした奇跡や印を行ったイエス様の評判を聞きつけて群衆が押し寄せてきた時のことであります22節以降を読みますがその翌日湖の向こう岸に残っていた群衆はそこには 小舟が一しかなかなったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず弟子たちだけが出かけていったことに気づいたところが他の小舟が数層ィビリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べた場所へ近づいてきた群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると自分たちもそ,それらの小舟に乗り イエスを探し求めてカファルナウムに来たこの箇所を読むとですね本当にその評判を聞きつけてどこまでもどこまでもイエス様を探し求めて追いかけているその姿を見ます想像してみるとですねもし今自分の目の前にイエス様がいたらそして今住んでいるこの自分のこの世界にイエス様が 目に見える肉体の形でおられたとしたらきっと私も同じようにですねどこにいらっしゃるその噂を聞きつけてですねあちらこちらへと探し歩いたのではないかということを思うわけでありますこの評判ということを申し上げましたけれどもまず人々の関心がどこにあったかということでありますイエス様が病気を治され、 そしてまた奇跡を行われた、ましてや五千人の男、それ以上のものにですね、たった二匹の魚と五つのパンを分け与えた、そのようなことの後ですから、その興味、関心というのはどれほどであったかということを思うわけであります。その気持ちは非常に強かったでしょう。でもそれは本当の意味で求めている、 とととといいいううここでではないということです自分の欲を満たすために押し寄せてきたということが言えますそのような中でイエス様はどのようにおっしゃられたでしょうか6章の26節を見ると「イエスは答えて言われた」「はっきり言っておく」「あなた方が私を探しているのは」 印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。イエス様のその不思議な力を求めて、イエス様の力を信じてということではなくて、パンを食べて満腹したからだということですね。それはある意味、自分の欲望、欲求をその満たすもの、そういう経験をしたからじゃないか。 というふうにイエス様はおっしゃられたのであります。続いて27節以降のところに「朽ちる食べ物のためではなくいつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。 と書かれています。人間として来られたイエス様を通してそのイエス様を通して与えられる救いそのことをイエス様は話しておられるのですが群衆の思いはずれていたということが言えますイエス様は朽ちる食べ物のためではなく いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとおっしゃいましたそれに対して人々は28節に神の業を行ううたためには、ししらいいでしょうかと聞きます。人々はですねイエス様がおっしゃられることに対してだったらこれはどうしたらいいですかだったらこれはどうしたらいいですか 次々とですね質問をしていくわけです。神がお使わしになったものを信じることそれが神の技であるとイエス様がおっしゃると神の技を行うためには何をしたらいいですかと質問をしていくわけであります。次から次へと質問するその中で群衆は30節でこのように言っています。それででは私たたちがが見てあなたを信じるることができるように どんな印を行ってくださいますかどのようなことをしてくださいますか私たちの先祖は、荒野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。それに対してイエス様は、はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、 私の父が天からのまことのパンをお与えになる神のパンは天から降ってきて世に命を与えるものであるとおっしゃられましたイエス様はところどころでですねヒントを人々に対して出しておられます例えば27節の後半のところに 父である神が人の子を認証されたからであるという言葉があります。認証という言葉ですね。えー、このところ大変詐欺が流行っています。えー、救世軍の関係者の中でもですね、そうした詐欺にあわられた方のことを聞くと心痛みますし、どうぞ皆さんあの気をつけてですね、過ごしていただきたいと思いますけども。 まあこの詐欺が流行ってる中では、二段階認証などというものもありますね。きちんと認証されなければ、次に進めない仕組みがあります。ある意味、確実である、お墨付きであるといえばわかりやすいでしょうか。本当に、父なる神様が認証されて、イエス様を送ってくださって、 ということを人々に伝えます父なる神様が私を使わされたのだということを人々に対して言うのですがまあ人々の関心はですね奇跡やまた自分の欲求を満たすものに向かっていますからなかなか父なる神様がどうして贈られたかということにはたどり着いていかないわけであります。 32節を見ててもこのように書かれています,、ね、するとイエスは言われたはっきり言っておくモーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく私の,ののな私の父が天からの誠のパンをお与えになる私の父が天からの誠のパンをお与えになる私たちを愛してくださる愛なる父なる神様がイエス様を通して 救いを与え、恵みを与え、憐れみを与え、そのことを伝えていく、私が命のパンであると言われる、その前にですね、いくつかのヒントを与えて、父なる神様が私をこの世に使わされているということを伝えているのであります。まあ、なかなか人々が理解されない中で、 私が命のパンですと明確にイエス様は語られました人間は肉体的なことにはある意味その欲するままに行っていくということがあります、えー、眠気もそうですね眠気をい出してきた時にですね止めようとしても居眠りをします これから私は居眠りをしますと言ってですね、宣言をしてする人はまずいないわけで、眠気を催せば、居眠りをする。食べるということもそうです。食べたい思いが強いと、まあ、不謹慎と言われるかもしれません。感謝のお祈りをしたかしないか、忘れてしまって食べてしまうようなことがないわけでもありません。 肉の欲するままにですね私たちは動いてしまうことがあるわけです私たちがそうした肉の欲するままに行われることと実際に私たちが神様に求められていることと違いがあることを理解をしていなければなりません実際に私たちが本当に猛暑の中で渇きを覚えれば 知らず知らずのうちに水分を取っているのと違って私たちの本当にその心が霊的に求めていくものが実際にはなかなか誘惑があってですね悪魔の誘いがあってそこにたどり着かないことがあるんだということを覚えていなければなりません。イエス様は パンを求めなさいとおっしゃったのではありませんでした。命のパンを求めなさいとおっしゃっています。パンは飾るものではありません。パンは眺めるものでもありません。パンは転がすものではありません。パンは食べるものです。中には飾るものがあるかもしれません。 眺めるるもものがあるかもしれませんでも本質的にパンは食べるものです。イエス様が「私がパンである」というのですから私たちは霊的に「上え乾き」を覚えて命のパンを食べるということ信じるということを意識しながらそして祈って求めていかなければならないのです。 イエス様がこのように語られた後、人々がしたことは何だったでしょうか。それは、つぶやくということでした。六章の四十一節以降にはこのようにあります。ユダヤ人たちは、イエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。 我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。こうした愚かなつぶやきでした。そして心にあるのは奇跡や興味関心でありました。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。 イエス様ととといいうう命のパンを食べるということであります、えー、ネタバラシになるかもしれませんが今この YouTube の動画を撮っている最中にもカメラの電源が切れましたそうすると私たちの心はどうしても起きていることに向かっていってしまうしそのことで時に不安やまた疑問を感じたり本当に悪魔の 力というのは不思議なところに起きてくるなということを思います。でも本当に私たちはイエス様が私が命のパンであると言ってきたくだ腐ったこと本当にそこに感謝を覚えてそしてそうしたいろんな誘惑から守られてですね常にイエス様に向かっていくこと信じていくということ本当にそのことを心から感謝して行っていきたいと思うのです。えー アアイシリーズがこれから続きますけれどもイエス様が「私は何々である」と言ってくださったそのことの中に私たちは神様の恵み特に父なる神様が私たちにイエス様を通して教えてくださることの恵みを数えていきたいと思うのであります。暑暑い日ががが続きますどうぞ残ののの中ににあっててても皆様健健康康守守らられれ特 過ごすことができるようにお祈りをしていきたいと思いますお祈りをいたします父なる神様今日もあなたの見許しの中に生かされていることを心より感謝をいたしますこうして YouTube のメッセージ動画を通してあなたの御言葉を学ぶことができることを感謝をいたします本当に暑い暑い夏を過ごしてきました 暑さの中で私たちの心が揺れ動くことはたくさんあります。雨が降らないということの中でも心配があります。本当に悪魔が上手に私たちの心を神様から引き離そうとしていることも感じます。でもその中でこうして御言葉の力をいただくことができることを感謝をいたします。私が命のパンです。 私を食べなさいと言ってくださるイエス様がいらっしゃることを感謝をいたします。どうか私たちが命のパンを食べるということ、信じるということを日々の歩みの中にこれもあれも進むことができるように導いてください。心が弱るときになぜこんなことがということが起きます。でもそんなときにも神様が力づけてくださり、 その中にもあなたの恵みを数えさせてくださりあなたのパンを今日もいただくことができたということを感謝する日を送ることができるようにお導きくださいすべてをあなたにお委ねしますどうぞ聖霊様が私たちの暮らしを守り導いていてくださるようにお願いをいたします尊き救い主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメンハレリヤ